待てば歌劇のつかみより、こんにちは、めぐまりです。いや、すいませんでした。前回の動画ではちょっとね、あふれる思いを抑えきれず、ちょっと感情的になってしまいまして、タイムアップということで本当に申し訳なかったんですけれども、気を取り直してお化粧も直しまして、前回の動画の続きをお話しできたらなと思っております。静まれ私の感情よって感じなんですけれども、はい、前回は、謎の女を演じているマーヤちゃんがとても素晴らしくって、今のマーヤちゃんだからこそ、今までのぞみさんと二人で一緒に歩んできたマーヤちゃんだからこそ演じられたものなんだろうなと思ったよというお話をしていたと思うんですけれども、ベートーベンのこの第九という曲をお披露目の時にも使い、そしてご卒業される時にも使われたということで、ね、現代的な言葉で言うとエモい、もうエモかった。もう私の中でベートーベンの第九はもう聞いたら年末だなっていうイメージだったんですけれども、もうその概念が覆されました。第九を聞くとのぞみ風と、これです、新たな私の中の概念となったわけなんですけれども、今までこう雪組をご覧になってた方いらっしゃると思うんですけれども、のぞみさん特にだと思うんですけど、お披露目公演でも結ばれず、なんなら相手役に殺されかける、その次貧乏、その次もめちゃめちゃ頑張って用意した最高のシチュエーションのプロポーズ振られると、こう踏んだり蹴ったりなお役が多かったなと思うんですけれども、それもそれでね、ちょっとこうはぁって思うから、それもそれでいいんですけれども、やっぱりハッピーエンドを見たいじゃないですか、我々ファンとしては。2人があんまりこうイチャイチャするっていうようなタイプのお二人ではないなとは思うんですが、お二人なりのこの好き同士だよっていう雰囲気はひしひしと伝わっていたので、思う存分マーヤちゃんがのぞみさん大好きですっていうような感じが見たいなと思っていたんです。そろそろせめて最後くらいは。より一層この作品は良かったです、本当に。あまり言うとね、またネタバレになってしまうかもしれないので、なかなか踏み込んだことまでは言えないんですが、良かったです。そう、このコメントで察していただけたらなと思うんですけれども、今回は1幕目がお芝居で、幕合い挟んで2幕目がショーだったんですけれども、1幕目見てる時に、あれ、これ本当に終わるみたいな、2幕がかりのあの作品じゃない、大丈夫って思ってたんですけれども、最後はちょっとよいしょっていう感じだったんですけれども、それもそれで良かったのも、結果良ければ全て良しと言いますか、ボーナスタイムだし今と思ってすごく楽しかったです。もう皆さん、1幕目の最後、なんかショーを見てるような演出で、すっごく幸せそうだったんですよね、皆さん一人一人が笑顔満開で幸せ満開で、それを見てるだけでもすごくグッとくるものがあったんですが、そのコロナで当初予定されてた卒業の時期よりもずれましたし、大劇場のご卒業の日もこう、例年トップスターさんが卒業される時ってこう
お祝いで皆さん組子全員が、まあ、お祭り騒ぎじゃないですけれどで迎えてっていうセレモニーがあるんですけど、朝からそういったのもできず、終わってからのお見送りもできず、なかなかこう制限された中でのご卒業ではあったんですけれども、それも全部ひっくるめてその舞台を見ると幸せそうな皆さんがいらっしゃったので、うん、そういった幸せそうな雰囲気を感じて、もうコロナでにくいけれども、コロナがあったからこそこうやって幸せな舞台をよりこう時間をかけて熱量をかけて作ってくださったんだろうな、届けてくださったんだろうなって感じました。東京公演がね今行われているということですので、なかなか私が東京にこう足を運ぶことは難しいんですけれども、4月11日の最後の日は配信があるということですので、その日は心して朝から思いをね東京の劇場へこう届けて見守りたいなと思っております。次の動画ではですね、ショーシルクロードについてお話できたらなと思います。次はもう泣きません次もご覧ください。それでは